こんにちは。速稼塾の放送をご覧の皆様、そして速稼塾の放送の中でもね、FX の放送をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。もうお分かりになった方もいると思いますけども、FX ではこの利益を上げるポイントっていうのはそんなにたくさんないんですよ。大きく分けて2つのポイントを抑えれば利益は取り続けることができます。で、もちろんリスクはありますので、そのためにロスカットラインっていうのを引いて、ロスカットされるときはちょっとだけども、利益を取るときはたくさんっていうね、このバランスを取っていくこともできます。そのためのトレーニングが FX オリガルヒで、行われているわけですけども、この FX オリガルヒね、最高年齢71歳の方も取り組んでいます。もちろん利益取ってるみたいですね。やっぱりね、やり続けることによって見えてくるものって変わると思うんですよ。それから朝の相場解説、速稼塾の限定動画っていうのは今1本しか届かないと思いますけども、そうなるとね、1日のうちにどこがクライマックスなのか、どこで手を抜いていいのかってことがなかなか分かりにくいと思うんですよ。そして朝考えた相場解説がどんな組み立てで深夜のうちに行われているのか、そしてその組み立てた相場解説がその後午前、午後、夕方とどのように変化していくのか、この辺はなかなかね、速稼塾の限定動画だけでは見えないと思いますので、FX オリガルヒの方を、ちょっと試していただきたいかなと思います。で、今日はですね、この後講義の方をお付けしてますので、こういうふうに考えたら勝てるんですよ、というふうにお話してます。これでね、多分、オリガルヒに入ってなくても、多少勝率は上がると思いますけども、でも、なんでそうなるのかなってことを、日々、リアルタイムに動いているチャートで検証しなければ、力はついていきません。ちなみに今回、8月に、撮った動画を解説してますので、よろしかったらそちらの方をご覧いただいて、10月になりましたけどもね、今年中に体制を整えて、来年あたりから FX で稼いでいきたいなって方は、ぜひね、FX オリガルヒのご参加、ご検討ください。現在価格35万円ですけども、10月11日、私の誕生日ですんで、その誕生日まではね、この動画をご覧になった方に関しましては、値引き価格の29万8000円で提供するようにしたいと思います。この動画をご覧になってない方は、35万でのご案内になりますので、ご用心ください。それでは FX オリガルヒ、ただいま19名の方が頑張っていらっしゃいますけども、今月もね、1名か2名でしたらちょっと、参加を受け入れる余裕がありますので、ご検討の方はご決断ください。それでは失礼します。